キャサリン・リー・キャット・オスターマンはアメリカ合衆国のテキサス州ヒューストン出身の女子ソフトボール選手。左投げ左だ。ポジションは投手。2004年のアテネオリンピックで金メダルを獲得。2008年の北京オリンピックでは銀メダルを獲得している。187センチという高身長や長い腕と指から放たれる、鋭く曲がる変化球が武器である。 小学校1年生からソフトボールを始めたものの、サッカーやバスケットボールの影響でソフトボールはやめていたが、5年生の時に再びソフトボールをプレーし出した。2002年にテキサス大学オースティン校に入学して以降は2006年に卒業するまでの4年間の間に2265奪三振の記録を打ち立てた。だが、この記録は2007年の5月6日に、 モニカーボットに更新されてしまったものの、7イニングに月14.34の脱散振率の記録は未まだに破られていない。また、20回のノーヒットノーランや10回の完全試合などの記録も持っている。2011年からは1年間、日本ソフトボールリーグのトヨタ自動食器でプレーしていた。ありがとうございます。